今日のテーマはがんを予防する食事あの私たちの体は約60兆個のあの細胞からできていますね日々、えー、活性酸素などの毒性のある物質によって細胞が傷つけられております体内に細胞を修復回復する働きがありますが免疫力が低下しますと細胞を照明させることができなくなるんですそして細胞に過度な ダメージが加わることで遺伝子が傷つきガン化した細胞が増え塊となって周囲に広がっていくんです、まあ、ガ癌細胞ができるきっかけは一つではなくて大気汚染とか紫外線ウイルス喫煙食事などの複数の関わりがあってガンは完全に防ぐことはできませんが喫煙食事ストレス運動など日常生活を 振りり返ることで、にになりにくくする、すなわち予防することはできるんですね。で現在あの2人に1人は何らかのがんに関わると言われておりまして日本人の死因の1位ががんなんですその割合も年々増加しておりまして高齢化が進むほどがんの患者は増えるとこれは紛れもない事実ですね。がんは遺伝子の異常がん 積み重なることで発症し、この異常の多くは食生活、生活習慣に由来する炎症や化学薬剤、放射線など、まあ、外的な要因によるもの、あるいは新陳代謝で細胞が分裂する際に、ある一定の確率で遺伝子に異常が起こる、まあ、長生きすればするほど遺伝子に異常が起きる可能性が増えるので、がんになる確率が高くなりますねそれででこの癌ですがすね。 よく男性と女性ではがんになる部署が違うんですよで、男性の場合の肺がんが一番多くて、2位が胃がん、3位が肝臓がん、4位が大腸がんですが、女性の場合の1位が大腸がんなんですね、女性の場合は。それから2位が胃がん、それから3位が肺がん、4位が膵臓がんと、ですから男性と女性の場合、です、ね、がんになる部位が違いますので、 えー、まあ男の人が肺がんが多いというのはこうタバコをいっぱい飲むということもあるかもしれませんね、それから、まあ、女性も男性も胃がんが2位になっている、これはやはりね、日本の塩分過多のお食事をしていると、やはり胃がんになるというか、それから女性の場合は、私の友人を見てみますと、膵臓がんになっている方がかなり多いんですよね、でしかも宣告を受けてから大体いい1か月か2か月でもなくなっていると。まあ 膵臓癌というのは女性は注意しておく必要があるのかなっていうのは気がします。それで、あの癌をですね、えー、予防する方法としてはまあ食事に運動睡眠生活習慣等いろいろなことがあるんですが、今日はあの食事癌を予防する食事について、えー、まあ簡単に振り返ってみたいんですが、まず癌を予防する食事の一位が野菜、二位が果物、三位が大豆と。 このです、ね、野菜、果物、大豆、まあ、和食ではこれを非常に大事にしておりますので、でこれの,その野菜、果物、大豆の中で,ですも、ねよく、より、えー、その効果的なのっていうのは、まあ、ニンニク、キャベツ、大豆、それから肝臓、生姜、ニンジンセロリ、えー、バースニップと、まあ、こういうようなものがです、ね、特に効果的だというので、まあ、和食で取り入れているものですが、それにあと魚ですね。 えー、それから、まあ、紅茶とコーヒー、えー、緑茶ですね緑茶とコーヒー、えー、こういうものがですね非常にがんを予防するに効果的だとで反対にです、ね、がんを呼び込む食事っていうのはどういうのかって言いますと、まあ、赤身肉ですよね牛肉とか豚肉とかそれとか加工肉ですよねあのベーコンとかハムとかいろいろあるじゃないですかコンビーフとかこの辺は大腸がんとか乳がんを呼び込むと、まあ、医者は言っておりますね それから塩分の多い食べ物が多いと、まあ、胃がんの可能性が出てくる、から熱い食べ物も要注意と、それから添加物の多い加工食品ですね、まあ、あのスーパーとかコンビニで売っているあのいろんなお惣菜類とか、便利ですが、えー、添加物がいっぱい入っておりますので、これはできるだけ控えたほうがいいと思います、それからアルコール、これはです、ねまあ、肝臓がん、大腸がん、乳がん、肺がん、食道がん、いろんなところに影響しますので。 まあ、アルコールはほどほど、まあ、摂取がいいということになろうかと思います。今日は、あの、癌を予防する食事は、和食を中心に食べて野菜、果物、大豆、魚、緑茶とコーヒー、こういうものをですね、意識して食べることによって、えー、ガの発生をより少なくすることができます。